ハロー、デンマークで大好評読者紹介 U23TV でございます。なんとこれ2回目の撮影で、1回目カメラマンさんが失敗したでまあこれあの何オーナーさんこだわりのデンマーク国旗の旗棒で、マーシャルランプにマーシャルフォグランプでリーゼント風貌がヤンキーやないとかやなーっていうことで、まあ、ちょっと関東かぶれないリーゼント風貌やね。でまあなんとよこれオーナーさんこだわりのこのフェンダー、なんとこれ手で自分で切ってガタガタになっとうけど切って作成したというなかなかのこだわりのフェンダーで、まあフロントオークも塗れるところは塗るっていうヤンキーのスタイルで生きてます。でなんとこれも見てちょっと近く、これでこれヤンキーなオーナーさんが自分で鉛筆で描いて スプレーで塗ったというなかなかのヤンキーファイヤーパターンでございます。それも家の下の団地の外で塗っとうけんな、これ風の吹く中で。金の三段シートは大川藩の90センチでございます。長くてなんぼですよ三段シートは。こういうのは嫌い、あの短いので、ちょっと今ビリビリに剥がれてきようけど、天上天下言うがどくそん、俺が一番偉いったいっていうことをデンマーク人にアピールして YouTube チャンネル登録もお願いしているというスタンスでございます。あとなんか言った、まあこのグリップはね、俺たちのやっぱ90年代のヤンキーはこれが主流やったけどさ、なんか今流行りのなんとかグリップとかじゃなくてこれにしようと思っただけぐらいやない。あとまあサスは丸ドッキってやつやね。でまあこんぐらいやろうけん、じゃあ今日もラッパを聞いて音は枯れといきます。このラッパー悪の6連ラッパーヤンキーやないとかいなーで、See you